京に行くのも疲れるかな。クリアした扱いになんないの。なんかクリアしたぞ。あ、知らないけど、ポーズ女子決闘をお願いします。新商品入荷よ。よし、やるか。最後の戦い、今日は終わり。まあ、まだいつか、やる。特殊装具はアイテムウィンドウから選択して使用できます。拠点やフィールドにある食事場では狩りに備えた腹ごしらえができます。うん、確かに何回もデスケ城と一緒に戦った。
サーの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。シルベムシが痕跡を追い始めました。緑色の光の帯についていきましょう。ターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。
あと一つで終わり。わ。ちょっと、色とか見てみよう。一つずつやった方がいい。バレるし。5時間やってもいいんだけど。鳴らしてからね。やっぱり、あれだね、虫使う幻想に。あの、ライズサンブレイクみたいな。虫使って逃げたくなるけど。虫って便利だね。ライズサンブレイク欲しいな。PS4 でやりたいな。マルチもできるかもしれない色とか。いるかどうかわかんないけどね、もう。いないだろ。全然マルチとあわなほかゲームに来る必要はないんだ。昔のゲームでも練習どうせサンブレイクじゃなくてワイルズが待っているから。ただ PC 版同時発売じゃないと無理だけど。基本のあれは忘れてないね。ていうか、体験なんて忘れようがないけど、これ。他の武器も多分、細かなところは覚えて、あの、ペア勝手に持つわな。やっぱり。あとは多分サグオのところに行ってが、あ、次は、このところに行って。どんな感じのストーリーだったか忘れたけど、ネルギガンテあたりで多分、ネルギガンあたりから、ここまでは多分行けるはずよ。オリューあたりから苦戦する。探索で大峡谷に行きましょう。私も一緒に行きます。